不安的愛着を持つ人々っていう動画があるんですけど、はい、要はいつも不安であなたは緊張して生きていますかと、うん、僕はどちらかというと、まあ、不安はありますよね。あの最近のツイートで、うん、山口周さん、はい、山口周さんというのはこの動画でも、はい、ニュータイプですね、ニュータイプっていう本を紹介したことがあり、またあの武器になる哲学とかいろんな著作を残している人なんですけど、はい、最近この人のツイートで、はい、悲観的ロマンチストではなく、はいはいはい、楽観的リアリストになって、うん、要は世の中のファクトを見て、うん、楽観的リアリストになりましょうねってツイートがあってですね、うんうん、いや私みたいなこの悲観的ロマンチストとしてはですね、うん、楽観的リアリストになるのが、うん、ファクトを見て楽観的リアリストになるのが大事なんです、うんって言われても、うん、いやいや大事なんですって、まあそうでしょうねとは思いますよ、うん、でもそれができなくて困っとるんじゃいって思うんですよ。それは違う、楽観的リアリストになるために、はい、ファクトを大切にしましょうって話だと思うんです。じゃあファクトって何ですかって話なんです。事実ですよね。給料が下がってるのが事実なんですよ、うん、で生きていけますか。生きてはいけます。じゃあ大丈夫ですよいやいや、あでもこの先は分からないです、うんうん、だって未来なんて分かんないですもん。はい、はい、ローンが返せなくなるかもしれません、うん、それカモの話じゃないですか。カモの話です。はい、でそのカモの話で落ち込む人たちを、はい、多分悲観的ロマンチストって言ってる。カモで言ったら何でもカモある、ありえる、うん、どんなことでも、まあ、カモで言えばどんなことでもありえるじゃないですか。でもファクトとして、うん、給料は下がり、うん、僕の年齢は上がり、うん、就職の先はなくなりっていうのはファクトじゃないですか、うん、それで、はい、だから事実そうなったらどうするかを考えていきましょうって話じゃないですかめんどくせえな考える多分、あ分かった、はい、考えるのがめんどくさいな、うん、なるほどね、かもしれないってことは、うん、でもねこの不安的愛着を持つ人々、はい、要はなぜこのじゃあ不安っていうのを愛着してるかなんですよ。不安を愛着してるってことですか。はい、あれ不安的、要は常に不安でいた方が安心するからなんでしょうね。矛盾してますね言葉があこれはあれですね、はい、アドラーですね。アドラー、うん、あー要は、うん、不安でいた方が、うん、なんて言うんだろう、不安がこの普通になることで、はい、不安を言い訳にしてるできるっていうことかなって今思ったんですけど、アドラーでも言ってましたよね、はい、要は自分が自分を貶める行為っていうのは、うん、その自分を貶めることで、うん、その言い訳できる要因を作っている、うんうんうん、イコールそのやらなくてもいい、やらなきゃいけないことをやらなくてもいい、うん、っていう状況に置いておくことができるから、うん、不安を握ってるっていうことも言えるのかな。こんなに不安だから僕はできないんだとか、なんとかしてくれよっていう立場、要は文句を言うばかりの子供と、はい、何かを変えようと俺がやるっていう言える人は大人、うん、で、うん、あの変えてくれよ、そうそう変えてくれよ変えてくれよって言ってる方が楽なんですよ、うん、だって自分何もしなくてもいいんだもん、うん、政府に文句言ってるみたいな人、そう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 、うん、でも、まあ、確かにそうかもしれないですね。要は考えて動いて変えようとするっていうのは大変ですもんね。考えないといけないし、うん、動かないといけないし、うん、でも不安だ不安だって、あこれでも寄り添ってないですね私うん、どうやって寄り添いましょう。不安だっていう人の気持ちですよね、はい、まずそこを教えてくださいですもんね。なるほど。でただこの大丈夫さんで取り扱っているのは、うん、やはり多分この親との関係で、うん、なんて言うんだろう、そういう性格にさせられてしまったと思っている人たち、あなたが悪いみたいな、親が悪いって話ことで育ったことで親が悪いと思ってるかもしれない。でマリモさんがね、いつ親に見捨てられるかわからない不安から愛着を形成できない状態ですと。
なるほど。自尊心が低く承認欲求が強い俺やないか不安型愛着スタイルの原因と対処法っていう、うん、コスモポリタンっていう雑誌ですね。この愛着スタイルとは人の性質を愛着の観点から分析してカテゴリー分けしたものですと。人に対する振る舞いや人間関係の構築に大きな影響を与えるものであり、多くの場合子供自体の環境や愛情の受け方に起因していると言われています。恋愛関係を構築する上で大きな影響を与える愛着スタイル、恋愛するたびに健康的じゃない関係を繰り返していると悩んでいる人には、自分の愛着スタイルを理解することでより良い関係を築くヒントがありますよと。大きく分けて、あ、これもなんか分類できるんですね。不安型、うん、回避拒絶型、うん、安定型の3つのタイプに愛着スタイルは分類されますと。で、じゃあ今回は不安型愛着スタイルの話をしましょうと、はい、不安型愛着スタイルの定義としては人間関係に対して心配や不安を強く感じる傾向のことですと。この愛着スタイルの人は自尊心が低いという共通点がある。不安型の人は自分のことを人に対して欲求が多すぎる、うん、依存しすぎと自分のことを思っているかもしれない、うん、相手との親密な関係を求めているものの、いくら近づいても親密になったと感じられない人たち。あー、なるほど。つまり愛情をいつも確認できている、つまり承認状態でないと不安になるのもこのタイプの特徴ですと書いてあって、二等兵どんとこい、よし。パートナーの外出中や、うん、自分一人で過ごしている時に強い不安を感じてしまうと。安心感を与えてくれる人、人間関係を探し続け、またパートナーがすぐそばにいないと常に不安に陥ってしまうのですと。原因、子どもの時に親やケアラ、まあ保護してくれる人ですかね、うん、と安定した絆を築けなかったことに起因する場合が多いと。例えば親と一緒に過ごした時期があるんだが、まあ、長い間にわたって別々に過ごしていたとか、うん、子供を必要とする親から注目を継続的に受けるのが難しい状況で育った人の場合、見放されてしまったかもしれないという不安や恐怖を抱きながら育つ、うん、あ、僕もねこれ怖かった覚えがある、うん、なんかどっか一緒に行って親がやれって言ったことができないときに、うん、もうお前なんかここに残ってできるまでやっとけ、俺先に帰るみたいなので、うん、泣きながら追いかけるみたいなのは今でも覚えてる。あ、愛知青少年公園で2回ぐらいあった、はい、うん、はい。この結果、この状況を招いているのは自分のせい、うん、自分が良い子じゃないのが悪いのかもと考えるようになって、うん、この思考が大人になった後の人間関係にも反映してしまうと。こういうやつはもうこれ僕のことねやつって言ったのは大人になってもなお親の愛情を確認、承認欲求してしまいがちな例があると、うん、親が望む仕事に就いたり親の価値観に基づいた幸せを自分が実現できることで親を喜ばせようと頑張ってしまうと。これ僕逆にね、うん、お前の言うことなんて聞かないとか、うんうんうん、逆に今僕の方が立場強いじゃ強くなってくじゃないですか、はいはいはい、っていうところでふんって思ってたりする僕がいます、はい、よくないですね、うん、でこれ解消の仕方はね特に書いてなくて、ただまあこの不安型愛着スタイルの人がより安心感を持ってその拒絶の少ない自分になるためにはどうすればいいか、それはどうすればいいんだろう。隊長どうすればいいと思います？不安をなくすってことですか？こういう人が不安や回避拒絶傾向の少ない自分になるため、まあ、知ることじゃないですか。それ良くないですよっていうてかそんなことないですよっていうことなんでしょうね。そんな、まあ、あなた自身そんなことないからそんな風にしなくていいですよみたいな。あ、誰もあなたのことを拒絶してないし、うん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 、あなたのことを見てくれてる人もいますよっていうことを感じられるといいですね、うんうん、
なんか承認欲求ですよね。自分の自己肯定感が低い、はい、自己肯定感でしたっけ、はい、が低いからなんか自分はもう大したことないから、はい、でもこのままだと見捨てられてしまうみたいな思いからの思いあると思います、はい、うん、からこう一生懸命見てよ見てよ僕のこと見てよって子供がやるように普段からやってるみたいなことですよね。あ、なんかね今全部つながったんですけど、はい、すごい僕も不安的愛着な、はい、人でして、うん、心当たりもあり、はい、ずっと子供と同じことやってますね、うん、で、すねるとか、うん、仕事とかでもね、はい、やってるなっていうのが今、うん、で、まあ、それやらなくてもいいですよって話じゃないですか、はい、うん、それをやらなくてもいいし、うん、やれることをやれよっていう、やれることをや、うん、はい、でみんなそんなに下に見てないからみたいな、そうですね、うん、大したことないやつだなんて思ってみんな思ってないからみたいな、でここに書いてあるのは、あとはまたその依存して要はパートナーと一緒にいないと不安っていう時は違うと、はい、自分でも一人で楽しく安心して過ごせる方法、うん、まあ、自分の好きなことを探して没頭できることを探しましょうと、うん、あとはこのネガティブな思考パターンを一回分析してみませんかと、うん、なぜあなたはそうなってます、うん、っていうところで立ち止まってみて考えてみると、今僕のようにあ、なんかその子供の時にやってた親に相手に知ってもらいたい時のような振る舞いとか、うんうんうん、親のニーズに応えようとしてる、うんうんうん、うーんっていう、多分そのニーズも間違ってるんでしょうし、うん、でもそれが、まあ、大人になると親だけじゃなくてみたいなところもあるかもしれないじゃないですか、うん、そうですね、うん、なんてことを思いました、はい、はい。